射したりとかする。あそこか、あそこに穴はあんだよね。うん、これ解き外した方がいいか。うん、解き外さないと見えないと思う。見えない、見えないっていうか、見えないってか手が入っ、引っかかってる、うん、引っかかるだ。俺上から、あ、そうかね、そうかね、それでやれるんだって、それ一番いいんだよね、それでやれるよね。あ、全然だって手がさ、うん、手の長さがそこまでいかねえよ。ちょっと待って、うん、ちょっと待って、これを持たないで手を入れてみよう、うん、さあ、出してみる？上から。あ、来てる、こう。あ、大丈夫だね。うん、ああ、やっぱりいけるんだな、手細ければ。これがさ、くっついてないのにね。うん。まあ、この形で手を持っていくっていうのがさ。ね、俺もそう思う。じゃあなんかビニールテープかなんか一回止める？あ、来た。おお、すげえ。ちょっとずれてる。もうちょいずれてる。もうちょい。あ、2枚がちょっとずれてんだ。上からちょっとなんかサポートしないと無理だね。そういうことか。やっぱ1回で1回で、1回でやんないとダメなんだね。一緒に。なかなか難儀でしょう。ああ、そうだね。なんか貼り付けちゃう？できたわ。おお、すげえ、さすがでござる。そしたらあとは重機から締め付ければ OK だ。よいしょ。そしたらさ、下にこれを13ミリを引っ掛けてくれれば。これはその下の穴の後にちょうどぴったりだから。そしたらそれで引っ掛けてくれればこっちを上から回すよ。待って、うん、これどっち入れるんだろう。北っぽいね。あー怖い。心臓の音が止まりそうだ。心臓の音かい。俺も全然手が、腕が入らない、引っかかっちゃって。チャッキアップすれば入らなくもいいんだろうけど。おお、慣れたら2回目は早いね。はい、早っ。あ、これ単体？うん、さっきはめたようだし。あれ？なんかとんでもないとこ手入れてるな、私。こっちは余裕がね。はい。もうあんまり回んないね。手で回しめたよ、今日。うん、かなり締めたでしょ。もう回んないわ。時計ってこう回るんだよ。こっから見んだよ。これをどっちに回すの？こっちに回す。じゃ、あ、そう。取れたよ。ういっす。逆。そう。ああ、そうだね。はい。ネジがさ、これどうやってはまるんだろう、こんなちょぼっとなの？こうか。おかしくね？あ、だから特殊なネジがついてんだ、これ。こういうことだ。うん。ネジ山にさ、ゴミがついてる。ああ、あれじゃない、外れないように、ロックタイトが。よし。よし、仕上がりを一回見てから締めましょうか。こ
これで、今度はさっきと逆回りね。そういうもんです。で、うん、今度は、うん、そうだ、ちょっと動くんだよ、ほら、こうやって。ああ、じゃあ最終的に微調整必要なのかもね。これなんかさ、ムズになるところでとかね、押してピント合わせる。そしたら、パッセンジャーサイドからやろうか。ボコンって入れるだけだね、そこは。入れたよ。簡単だね。うん、なんでもないの、これ。こっち大丈夫。ロンっていかないのか。あ、なんか長くないね。うん、おういい、とりあえずほら、だってもうあれいらないよ、うん、支柱が。大成功といくでしょうか。いい、いいよ。え、何のか入んないの、どうしちゃったのこれ。何か入んねえよ。なんで？それもくるくる回ってく？回っていくよ。じゃあちょっとまた外しますよ。はい。はい。いいよ。いい、話大丈夫だよ。こっちだけ、こっちだけ、こっちだけ。お、もうはまった。うん、簡単だね。うん、だってさ、このブラケットすげえ歪んでんだけど大丈夫これ？え？そっち側もすげえ歪んでない？そうでもない。これ、うん、こういうこういう形だったのかな？すんげえ歪んでんだけど。うん、見てこれ。あ、こっちが歪んでない。じゃあ、こんにちは。これさっき開けた時に歪んじゃったのかな。引っ張られて。違うの。そっとやってみて。バキッとか落としたらやめといて。大丈夫そうだね。で、あとはこれで浮きがないかどうか。浮きなんかないじゃん。浮いてんね。やっぱこれそうなんだよ。ほら、この浮きをさ言ってたんだよ。アメリカ人が浮くっつって文句言ってた。これなんとかなんないのかっつって。あ、こっち側浮いてない。じゃああれが曲がったから。そうじゃない。こっち浮いてないよね。何か開けてこれ。うん、浮いてない。だからあそこのあれがなんとかなればもう一発でうまくいきそうかな。あくび自体はすげえスムースだわ。それが曲がったからじゃないかな。なんで曲がるようなことなんかしてる。でも曲がったらむしろ何もしてない。立ってる方がさ、もっとあれなんじゃないの。ねえ、俺もそう思う。これはこんなに曲がってていいもんなんだね。反対側曲がってないよ。なんで曲がっちゃったのかよくわからない。これまっすぐじゃん、ここ。そうなんだよ。
これ 切る必要なかったでしょ。ちゃんともう形状記憶よ。本当だ、ね、切っちゃったら大変よ。大丈夫でした。今回はそう、今回はそれを一回外して、まだやっぱちょっと まだ曲がりがあるんで、そいつも直したいかなっていう。はい、曲がっちゃったんだよこれ。それをまず外すんですけど、はい、ボンネットを押さえてます。はい、どっちにしたらいい、これ。え、これ外して、もうちょっと上がいいかな。ちょっと待って、一回外すとこれ、うん、ボンネットがどっちに叩いたらいいんじゃない、方角的に。おお、なるほど、ナイス。いったで。反対側も外しちゃって。これ取っちゃう、それ、取るなら取っちゃっていい。どうせ外さなきゃダメだから。これさ、うん、いい方向に外さないと壊れそうだよね。そう、そういうこと。まあ私の力なんかだから。おお、ね、すげえ。お見事。あ、これ、これはいらない。ん、こっち緩んでしょ。緩んだよ。あ、そうなの。うん、緩んだ。だからあと下ネジを受け止めてくれれば。うん、ただこの遠回りするかもしれないから触れる。お、ナイス。こいつが、あ、これか、うん、これでどうやって入るの、順番。こう、そう、こそう、そう、そう入る。そう入って、それこう、うん、これ全部取るよね。大丈夫だよね。大丈夫だね。全然大丈夫そうだ。3つ持たなきゃいけないんだ。そうなんだ。だから難しいよね。結構きついね。いった。うん、すげえ。さすが器用もん。下側の13ミリあるんだっけ、ソケット。あ、ない。丸いのじゃないとダメだったな。13ミリのソケットだったよね。うん。切れるそう。OK。うん。ちゃうよ。あ、止まりしてる、うん、じゃあ短いのなんかあるかな。筆入ってんのかな。これダメかな。じゃあ回してみるよ。うん、慎重にやらないと。オッケーです。これで出せないでね。そうなんですよ。手挟まんないでね。うん、いい。うん、どう。あ、もうちょいだ。もうここは相当歪んでるよ、こっち側が。これ奥側をやった方がいいんじゃないの？どう思う？手大丈夫。うん。うん、いい感じだと思われる。どっちからだっけ？こっちだね。うん。最後合ってる。合
ってるね。大きいね。すいません、ね、一応お願いします。はい。いい？こっち硬いの？痛っ！あ、大丈夫？大丈夫じゃねえよ。はい。じゃじゃーん。一応仕上がりました。じゃあ閉めてみましょう。開けてみます。あ、チリ？俺さっき測ってみたけど1ミリもないよ。もうコンマ差ぐらいしかないと思う。分かんないよね。あ、見て分かるけどね、ちょっとだけ。え、サイズある？ちょっとだけこっちの方が広いみたい。俺もそう思ったけど、今日あんまり見てあんま思わなかったんだけどな。そうだね、この間よりいいみたい。いいね。うん、この間ほらあれが曲がってたからさ、ね、あれそれをさ、スポンジのせいだスポンジのせいだスポンジをカットするってさ、意味のわかんないことをずっと言っててさ、あんでスポンジなんてさね、取っちゃったらさ、どうなってたと思うのね。途中で一回止まるぞ、ずっと。ずっと途中まで。いいですね。あ、大変。塗装が剥がれてる。なんで？いやー。とうとう石が飛んできたね。石は、うん、どうしようもねえな。もうね、がっさり。本当、うん、すごいものを見つけてしまいました。もう毎日持ってっからしょうがない。高速道路だな、きっと。あ、どこ？こっち。じゃあ閉めてください。大きい方。どこなの？あれか。下だった。これやばくね？マジックだな、マジック。結構いっちゃってる。あ、本当だ、ね、完全にいってるね。これ石だね、どう見ても。まあしょうがないっす。